どうも、前のおなじみ流浪の番組小沢クラブです。ついに私も YouTuber としてもそろそろ次のステージに行きたいななんてわーわー言うとりますけれども、やっぱ次のステージどこか考えました。ゲーム実況への道、よろしくお願いします。小沢がゲーム実況するならこれしかないだろうということで今回考えました。麻雀ゲームを実況したいと思います。前回生配信やらせていただいた時に麻雀ゲーム実況やろうと思いますみたいなこと言ったら意外と反応が多かったんですが、その生配信の中では僕が麻雀ゲームをやってるところを実況する形になってしまったので麻雀ゲームの実況ではなかったと。まあちょっとゲームでどこまでできるか分かりませんが、小沢流麻雀を見てもらいましょう。今回使用するゲームはこちらです。最強の麻雀100万人のための麻雀道場、やってみたいと思います。あ、これ特殊ルールのトンプ戦で行われる生き残りデスマッチ、トンプだからこれにやってみようか。はい、ハイパーが来ました。皆さん多分ペイとかシャーとか切ると思うんですけど、私ルール上切れないので私は E ピンを切ります。私の麻雀の基本はトンプ戦はちょっと複雑なんだけど、トンナー戦の場合はトンバは極力マンガン縛りを目指すという、そしてナンチャの場合は普通だとこれみんなシャア出るから合わせるんですけど、僕の場合は親が切ったシャアは残すんですね。 いずれのためにまずペイから切ってみましょうね。あ、シャア切っちゃった。本当はあと合わせなきゃいけないの本当にシャア本当に切らなきゃいけなかったのに。やっぱでもこれ解説しながらやるって言いながらも結局解説なかなかできないもんですね。今回なぜこの状況になってるかっていうと、もうここはリアムソーローキューピンの受けも入るんですけど、これスースを叩いてポンのウーパースを取るのがトンプー戦の基本だと思うんです。しかもウーパーソー受けがめちゃくちゃいいのはローソーローソーローソーがペイチャが1枚泣いた時点で持ってて、このトンがローソー1枚切ってるから、このウーパーソーっていうのはもう僕から見るとめちゃくちゃいい受けになってるんですよ。だからテンパイだけ取るならいいんです。もうスーソーも2枚この対面のペイチャが1枚使ってるしなくなるから。だけど僕の麻雀はそんな軽くないんですよ。重い麻雀打ってこそ麻雀なんで、スルーします。困りましたね、天三平引きましたねそうね、本当はねネウパーソーが良かったんだけど、ほらパーソーがこれで3枚出てしまいました。だからもうこれもうね、でもねもう言った以上軽い麻雀は打ちたくない。このウーパーソーね本当は仕掛けなきゃいけないんですよ。それでリャンウーソーもいい街なんです。スーソーが全部飛んでるから、もう一回我慢してみましょう。ドラの9ピンの受け入れっていうのもありますからね。パスしましょう。引きましたので、ここはロー9ピン、スーソーの場合はスーソーがない、リャンウソーはリャンソーが3枚飛び、これを瞬時に0秒で喋れるようにならなきゃ麻雀実況ができません。リーチ、本当はねこのリャンウソーがね上がれなくていいんですよ。まあ親が持ってきました。はいはい、やっぱリーチなんですか。リーチに決まってんじゃん。あのこそこそ上がる麻雀なんかやって楽しい。なるほど、そうだよ。だからこれも本当は地合いから切るべきなんですけど、イーソーから切る、イーソーかぶったっていう人もいますけど、イーソーかぶって何が悲しいの。必要なのイーソーなんてわーわー言うとりますけど、でもこのリャンソーもいきません。順調ですけど、これもうイースーピンがドラなんでイースーピン受けたいですよね。そしてね、僕この場合のペンチーピンみんな弱いって言いますけど、ドラ表示牌の9ピン、そしてナンチャとペイチャが9ピン1枚ずつ切っているということは789のメンツで持ってる可能性がないわけですよね。まあここは例えば678567はありますけど、チーピンこの場合のペンチーピンは悪い受けではないという考えがあります。ただこの場合5万が伸びた場合のこともありますので、5万は切らないけれど、この場合イースーピン引いたら僕はペンチーピン即利します。
これは一応ね、イースマン引いてのピンフに変わっていく可能性も経てのやつですから。困りましたね。こういうことがね、このマージャンあるんですよ。見てください、このペイチは数ピンを9打目に切ってんのに数ピン、しかも関数ピンなくって、まあ、これ普通のマージャンなら空ピン引いてから残したら3ピン持ってきてっていう、こういうことなんですけど、こんなマージャン本来ないからゲームは難しい。あと16枚ある場合はスルーですね、当然。まだこれはもう張ってるんですかね。普通だったらね、張ってるとは思うんだけど、このルールだとわからないね。まああと4枚なので、ここはポンテンを取っとき、あ、取れないよ。あ、やばい。やばい、ポンテンでもなんでもないのに、謎の泣きしちゃったよ。一面やっちゃいけないことやっちゃったよ。あ、クソなみたいなことやっちゃったよ、これ。これもイースーピンか、ペンチーピン引きましょう。はぁ、まあ全員に通るからいいけど、まあ一応。で、これもう、俺クソみたいな泣きしました。マジわけわかんない。これマジで実況でやっちゃいけないやつね。まあ、これ当然さっきから言ってる僕のルールだと切るのは E1 ですね。そしてまあ9寸かな。しゃあ、うん、これね、柔らかくいくんなら、リーチ、これね、普通の麻雀だったらね、あれなんですけど、とりあえずペイ落としますね。ポン。困りましたね。すごい高い手を上がられて、もう2着狙いしかできません。まあ2着でしたけど、1人が飛んだんで、超はずい。あの、リャンワンポンのマジ意味がわからん。桜井会長もおっしゃってますけど、 K 点なんて麻雀じゃないから、 K 点取ろうなんて考えを見せた俺がダサかった。反省しましょう。まあこうなると私切るのは決まっておりますね。何だと思いますか。3番ですかね。え、あ、リャンカン残すってこと。はい、俺はもうペン3層切る。まあ2刺しの3色あるからあれだけど、まあ俺はこうかね。いや、もう切っちゃうよ。これはもう、でもまあこれだね。はい、そうだよ。なんで俺はテンパイまでドラ切れないからこうなるけど。俺はテンパイまでドラ切れないからこうなるんだけど、うん、もうこれ単野をドラドラを目指すから、残球の。そうですね。みんな多分ローソーで、はい、安牌だからローソー切ると思うんですけど、はい、私はあのルール上あのテンパイまでローソー切らないと合わせるぐらいなら仕掛けていける形にします。そしてあのローソーが3枚見えてる時点でローソーの横、まあウーソーが3枚見えだから強いとは言えないけれど、そういう受けにしちゃうかな。この時点で思ってるのは、数ピンにくっついてくれるのが一番嬉しい、小沢としてはね。3層にくっつくよりも数ピンにくっついてくれるのが一番嬉しい状態ね。こうやってウーパー層が死んでっちゃうんだよね、麻雀って。まあこのくっつきが一番やばいのよ。数ピン2枚飛びのない1枚飛びだから、
で、まあこうやって考えた場合、とりあえずこれ切っときましょう。ですけれど、まあ、チェスはいいでしょう。もうこの時点でハイパイ決まってますんで、もうやることは私くしはもう目標はちゃんと3色もしくは想像の1通なんですけれど、まあこうですよね。当然もう一番楽なもう手なりに近い形になると思いますけど、まあリャンピンとチーピンの受けはどっちにくっついてもいい。でもこれ換算ピン引かない限り面白くないんですよね。これね、789にしていくっていうのもあるんだけど、お前楽する？この両ピン残す意味がな。でもまあこうしましょうか。一回ロースおびきのあれでも単用の仕掛けも考え、あこうなるとね、もうチーピンいいんですけど、早いね。関数そうか、もうチーピンいらなかった。さあ順調にいいとこがないまま時間だけが過ぎていっております。こんなに麻雀ってやっぱなぜ今ハツとチューンとトンが条件一緒なのにハツ切ったかというと、ハクが3枚飛んでいて裏ドラの可能性がないからね。まあその辺はね基本ですから。さあそろそろここら辺整理しておきましょうか。トンも1枚飛んだことですしね、まあ一回こうしといても、こうするともうシャアも2枚飛んでるから、ちょっとでも可能性できればこうですよね。8万飛んだ後ですから、ロー Q1 引いてくれるか、スーチーソー引いてくれるか。もうね、後手後手になってきてますけれど、行ってみます。リーチリーボー出さない方が本当に良かったですね。2着取りでもいい麻雀だから、最終局になったんで、オーラスでしょ。オーラスになってしまいましたね、これ。だから絶対にさっきのはリーチかけちゃいけない局面です。これがね、本当にこれが本当にね、違う、あの言い訳になるけど、ゲームでやるともういいやになっちゃうの。人とやってるとあんなミス絶対しづらいんだけどね。もうここからはもう絵合わせになってきましたね。さあリーチはかけるまでもないでしょうね。熾烈な2着目争いが続いております。まあただ私最後親なんでね、はい、まあこうなってくるともうやることはもう誰がやっても同じ形になっちゃいましたね。これ
本当に誰がやっても同じ形になってきました。お茶、チュンが出たら叩いちゃおうという必要もありませんでしたね。これでリアのチーム、もう誰がやっても同じ麻雀だから、もう見せるのも恥ずかしいぐらいだね。しかし、なかなか蹴りの6チッパがあるからロースを残してたっていうのがありますからね。もうね、これね、シンプルにね、俺はね、もうこうしちゃうんですよね。もう3色にするか、ピンズ伸ばしても、この数値ピン、つまんないけど、まあ、これで、積もって上がりはトップなんで、積もって上がらないで出てもトップですね、ドラがあるんで。でこれウーピンとパーピンが 手の内から見るともう終わって、今ウーピン4枚見えてるから、ここにウーピンがもう今4枚見えてるんですよ。意味わかります？だから567のメンツで持てないから、チーピンがめちゃくちゃ形としてはいい。だから高め積もったんで裏が乗って跳ねまんっていうのが理想ですね。まあ漫画ですけど、裏が乗れば跳ねまんという、でまあ漫画、まあ結果トップなんですよね。月曜日勝負する？生配信で勝負する？そうですね、うん、これを見てもらった上で、ああこれだったら勝てるなと思った人が来いよって話ですよね。そうね、グポンする可能性あるからね俺。